不思議な石。ある村のお殿様のお屋敷に願いが叶うという不思議な石がありました。貧乏な長助はその石が欲しくてたまりません。夜中にこっそり屋敷に忍び込んだ長助は、石を盗み出すとお金持ちになりますようにとお願いしました。すると次の日、朝起きると家は立派になっていて、着物もピカピカの新品に変わっていました。長助は願い通りお金持ちになったのです。それとは反対に、村のみんなはどんどん貧しくなっていきました。日照りが続いて作物が育たず、畑が荒れてしまっていたのです。困った村人はお金持ちの長助に食べ物を少し分けてもらえないかお願いに来るようになりました。でも長助は、これはわしのもんじゃと誰にも分けてあげません。村人はだんだん長助のもとへやってこなくなりました。一人ぼっちになった長助は、せっかくお金持ちになったのに退屈で、ただただ寂しい毎日を過ごしました。寂しくてたまらなくなった長助は、少しだけ村人たちに食べ物を分けました。村人たちの嬉しそうな顔を見て、なんだか幸せな気持ちになった長助は、それから食べ物を分けるようになりました。そんなある日、お殿様が長助のもとへお礼を言いにやってきました。石を盗んだことがバレないか、長助がヒヤヒヤしていると、なんとお殿様が石の話をし始めたのです。願いが叶う石があってな、村が豊かになるように毎日願っておったんじゃ。それがある日盗まれてしまって、そのせいで村が貧しくなってしまったんじゃ。申し訳ない。村のみんなのために食べ物を分けてくれて本当にありがとう。バレて怒られると思っていた長助は、話を聞いて自分の欲のためになんてことをしてしまったんだととても後悔しました。そして天井裏に隠していた石をお殿様に返しました。私はもう何もいりません。これでどうか村を助けてください。お殿様は驚きましたが、よく返してくれた。と長助を許し、急いで石を持って帰っていきました。次の朝起きると、長助の家は前と同じボロ屋になっていました。着物もあちこち直してある古い着物です。でも、長助はとてもいい気分でした。窓の外を眺めると、畑にはたくさん作物が実っていて、村人たちは嬉しそうに長助に手招きをしています。元気になった村を見た長助は、おいらはこっちの方が幸せじゃ。と、畑仕事に出かけましたとさ。おしまい。お話は面白かったぶ？チューブとお友達になってくれたら、絵本のプレゼントとか、お知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽
しい絵本をたくさん作るから。